どうもこんにちは。今回は2020年秋にアメリカ市場で発売開始されるフォード初の電気自動車であるマスタングマッハ E について、電気自動車に6年乗り続けているユーザーの視点から、主に電気自動車としての質を競合車種でもあるテスラモデル Y や日産アリアと比較しながら徹底的に解説していきたいと思います。まずスペックを説明する前に、今回のマスタングマッハ E はフォードの本気が垣間見れますので、日本導入の予定は今のところはありませんが、国外の自動車メーカーがなぜ次々とこのタイミングで本気を出して電気自動車を展開するのかについてを頭の片隅に入れながら、日本の自動車産業の現状と比較する機会を作っていただけたら幸いです。それではマスタングマッハ E のスペックを詳しく説明していきたいと思います。ちなみにマッハ E の読み方ですが、日本では発音がマッハではなくマックに近いため、マッキーという愛称が付けられていて、参照される記事によってはマックイーと表現しているものもあるかと思いますが、どちらでも問題ないとは思います。はじめに種類についてですが、大きく5種類存在していて、バッテリー容量が 75.7kWh のスタンダードレンジと 98.8kWh のエクステンディッドレンジの2種類と、4輪駆動モデルと4輪駆動モデルの2種類がそれぞれあり、さらに2021年の夏頃に販売開始となり、最上位グレードに該当する GT モデルが存在します。ここには書ききれませんでしたが、この他にもファーストエディションモデルや舗装路面を快適に走れることにフォーカスしたカリフォルニアルート1というモデルなど、細かいモデルまで含めると全部で9種類もラインナップされています。ですのでユーザーは様々な選択肢から自分に合ったモデルを選択することが可能となっています。航続距離に関してですが、高速道路を時速100キロでクーラーをつけて走行しても達成可能な最も信用に値する EPA サイクルにおいて、エクステンディッドレンジの後輪駆動モデルは約483キロ走行可能ですので、実用使いにおいても申し分ない航続距離を確保できているように思います。次に充電時間に関してですが、エクステンディッドレンジのモデルでは最大 150kW の出力に対応可能で、10から 80% までにかかる充電時間は約40分程度となっています。分かりやすいように航続距離に換算してみると、40分の充電で 300km 以上も確保することが可能となります。さらにフォードは公式に10分の充電で 100km 分充電可能と発表していますので、例えばトイレ休憩の際にプラグを挿しておくだけで10分後には 100km 分の航続距離が追加されていると思えば、実用的にも十分なスペックであると言えると思います。サイズに関してはアメ車ということや 100kWh 近いバッテリー容量を搭載していることを鑑みれば、コンパクトに仕上がっていて、ラゲッジスペースに関しては電気自動車では恒例になりつつあるフロントトランクも搭載されていますので、買い物袋をフロントトランクに収納するなど使い方に幅が出ると思います。価格に関してですが、日本円換算で少し高額に感じるかもしれませんが、実はアメリカ市場ではこの金額からさらに7500ドルもの補助金が出ますので、そちらも考慮するとかなり手頃に購入することが可能ということがお分かりになると思います。それではこのマスタングマッハ E と、特にアメリカ市場で競合車種となり得る日産アリアと、最強のライバルでもあるテスラモデル Y とを比較してスペックを説明していきたいと思います。今回は各車種のエントリーモデルと満充電時の航続距離が最も長いモデルをそれぞれ選ばせていただきました。まず航続距離に関してですが、 EPA サイクルにおいてはモデル Y が少しリードはしているものの、500キロ近い航続距離を3車種とも確保できているので、大きな差にはなり得ないのかなと思います。しかしながら、搭載バッテリー容量と航続距離との関係性を示す電費を比較してみると、モデル Y が圧倒していますので、長期的な経済性を重要視される方でしたら、モデル Y の購入を検討するべきであると思います。次に、最大充電出力に関してですが、こちらはモデル Y が 250kW という高出力を許容できますので有利なのかなと思いますが、充電時間を見てみると充電出力の差の割には3車種とも充電時間の差がついていないように見えます。
こちらはモデル Y の最大充電出力である 250kW を長時間維持することができず、 250kW という高出力な充電器の恩恵を大きく受けられないことを意味しています。車両サイズに関してですが、車幅という意味ではモデル Y が多少大きいですが、アメリカということを考えればこちらを気にする方は少ないのかなとも想像できます。さらにモデル Y の強みとして7人乗りのオプションを設定することが可能ですので、正直3列目は大人が長時間座ることはできない広さであると予想されてはいますが、子供をお持ちの方には魅力的であると考えられます。また価格に関してですが、こちらはモデル Y より高額となっていますが、先ほども説明したようにマスタングマッハ E と日産アリアには7500ドルもの補助金が出ますので、そちらを考慮に入れるとモデル Y のエントリーモデルとなる後輪駆動モデルと価格面で大差がなくなりますので、まさにガチンコの競合となり得ると思います。ちなみに日産アリアの米国価格に関する情報が、エントリーモデルが4万ドルからとなっていますが、こちらが補助金を入れた額なのかは現時点では定かではありませんので、続報を待ちたいと思います。最後に電気自動車において重要な指標となる充電インフラ網の充実度合いに関してですが、まずモデル Y に関してはすでに国内に 150kW 程度のスーパーチャージャーという独自の充電網が広く整備されていますので、長距離の運用でもほぼ心配することがない上に、充電にまつわるストレスも最小で抑えることが可能となっています。対するマスタングマッハ E は独自に急速充電網を整備するのではなく、エレクトリファイアメリカという充電施設の運営事業会社と提携して、その充電器を利用可能とすることで充電網を構築しています。こちらも最大出力は 150kW 級ですので見劣りすることはなく、さらにフォードはマスタングマッハ E を購入したユーザー向けに2年間の充電料金を無料にするという特典も付与しますので、このエレクトリファイアメリカの充電器がさらに拡充するまでのストレスを少しでも和らげようという意図を感じることができると思います。このようにマスタングマッハ E を競合車種と主に電気自動車としての質について比較してみると、モデル Y は電気自動車としての完成度は現状最強であると思いますが、マスタングマッハ E に関しても初の電気自動車としては大きく見劣りすることもなく、間違いなくフォードはテスラに対抗するために本気で開発してきたのだろうという強い意気込みを感じることができたと思います。最後に電気自動車としての質以外にもマスタングマッハ E の特徴を軽く説明すると、まず無線アップデートに対応し、さまざまな機能を Wi-Fi につないでアップデートすることで追加可能となっています。さらにインテリアに関しては中央に 15.5 インチの巨大なタッチスクリーンを搭載して、車両のほとんどの制御をこちらで行えるようにするなど先進性を感じることができると思います。お気づきの方もいらっしゃるとは思いますが、巨大なタッチスクリーンに関してはテスラ社全般に見られるタッチスクリーンの配置に酷似しており、真似ているという指摘する方もいらっしゃると思いますが、こちらに関しては現実として世界でなぜテスラが売れているのかを考えて、その技術を取り入れていくということは非常に重要な考え方で、それをフォードという大企業が実践しているということは、今後もフォードが時代に適応する力を秘めていることを感じさせてくれるのではないでしょうか。今回はフォードから初めて発売される電気自動車であるマスタングマッハ E について、主に競合車種と比較しながら電気自動車としての質について説明してきました。先日の日産アリアに続いてまた相当質の高い電気自動車が登場しますので、テスラを筆頭にますます電気自動車市場が盛り上がっていくことを確信できました。チャンネル登録や高評価の方どうぞよろしくお願いします。今回は以上です。